久保、史上最高額で移籍、リークした人が面白い。イングランドの名門リバプールが、日本代表久保建英獲得に向けて、移籍金6500万ユーロ、約111億4500万円、年俸1500万ユーロ、約25億7000万円、を用意していることが19日までに分かった。複数のイングランド関係者が明かした。俺は久保好きだけど情報源がイングランド関係者ってなんだよ。イングランド関係者って、わらわら、朝からわろた。イングランド関係者ってまたでかいくくりだな。イギリス人全員の誰か。日本関係者が明かしたと言われてもピンとこないのと一緒で。せめてプレミア関係者くらいにしとけや。イングランド関係者、マージーサイド州関係者、リバプールエバートン関係者、リバプール関係者。道のりは長い。菅原のサウザンプトン最初にすっぱ抜いた時も、スポニチのイングランド関係者だったし、これはガチだわ。違うぞ、何嘘ついてんだお前。俺たちジャパン関係者。